イベコデイリーはイタリアの商用車メーカー、イベコが1978年から生産する版である。1983年まではフィアットデイリーとして販売されていた。フィアットデュカートがモノコックボディを採用しているのに対し、デイリーはラダーフレーム構造を採用している。初代デイリー版初代デイリーは35と50のにタイプがラインナップされた。 デイリー50は17メートルの過失容量を有していた。1985年、ターボディーゼルを搭載したターボデイリーが発売された。また、アルファロメを向けバッチエンジニアリング車が AR8 の社名として販売された。エンジン2代目デイリー版2代目デイリー版2代目デイリーは1990年に発表された。キャブが一新され、エンジンが ソフィム製の 2.5L ディーゼルに変更された。1986年に欧州フォードの商用車合弁事業をイベコが引き継ぐとフォードトランジットと直接競合するデイリー3.5トン車は間もなく英国市場から消え残った4.0トン以上の車種がイベコフォードブランドで販売された。デイリーはトランジットとは何の関係もない。 二代目は1996年にフェイスリフトを受けた。外観上の変更は小規模に止まるが、エンジンは 2.8L になり、7 6ットを発揮した。また、GVW6.4 トンの59から12と59から13モデルが登場し、4輪駆動車も追加された。カラビニエリで使用されているデイリー 4X4、バンエンジン三代目デイリーのミニバス使用三代目。 デイリー版三代目デイリー版ターボデイリーの名は全車ユーンリターボディーゼル搭載となった時に消滅した。AMT 付きのアジャイルと CNG 仕様が新たに設定され GVW6.5 トン車と2.8トン車がラインナップに加わった。三代目デイリーは2000年のバンオブザイヤーを受賞した。 エンジン当初は8140型 2.8L が3種類設定されていた。ほとんど売れなかった自然吸気ディーゼルの 66kW 版、インタークーラー付けターボディーゼルの 78kW 版、さらにコモンレール式の 92kW 版である。3つ目は可変ジオメトリーターボを採用した 107kW 版に置き換えられた。2003年には 第2世代のコモンレールディーゼルである、カイチアンペア型 2.3L エンジンが登場し、7 4ット版と8 8ット版が設定された。翌2004年には、カイチ a をベースにタイミングチェーンを採用した、新しい F1C 型 3.0L が登場し、1 0 0ット版と1 2 2ット版が設定された。この時に、 旧型の8140型エンジンは完全にラインナップから消滅した。トランスミッション 88kW には5速 MT が、より高出力のエンジンには6速 MT がそれぞれ設定された。さらに、アジャイルには電子、油圧制御式の AMT が組み合わせられた。4代目デリーバン4代目デリーバン2006年5月10日、発売開始。 ジョルジェット・ジュージェアーロによってデザインされた。バン、キャビンクルーザー、コンビ、ミニバス、アジャイル、CNG の6タイプが用意される。ミニバスはイリスバスブランドでも販売された。いくつかのモデルはクリーンエンジンを搭載し、イベコエコデイリーとしてヨーロッパで販売された。2007年には2000年以来初めてとなる 4X4 パンのデイリーが発売開始された。 スカムとの共同開発による、この車種はシングルキャブ版及びダブルキャブ版がラインナップされた。車両総重量は 3500kg から 5500kg となる。エンジン2011年6月29日発表、9月発売開始。エンジン2014年4月7日発表、6月発売開始。製造は イタリアスザーラ工場及びスペインバラドリット工場にて行われるエンジン。ありがとうございます。